ちょっと実行犯としてすげえ今ビビってます。熱の頭文字を抜き出すと SSM、 そうスーパーサザンズ。プロレスで解決しようみたいな、はい、なわけねえから。お前らも腹くくれ。 DDT ファンの悔しさを絶対に晴らしてみせる。あの日、プロレスを見てよかったな、あの試合見てよかったなって。大人になってなれない、我慢してれば終わってしまう問題なのかなぐらいに、もうその高木さんに恥かかせらんねえなっていう気持ちはすごい。 DT は結構しっかり一番上げますね。